グロース・ブライテンバッハ発祥の地、テオドール・ラッツェンベルガーは、ドイツのピアニスト、作曲家、音楽教師。シュバルツ・ゾンダースハウゼン公国のグロース・ブライテンバッハに、生まれ、フランツ・リストにピアノを、ペーター・コルネリウスに作曲を指示した。ジュネーブ、ベルン、チューリヒなどのスイス各地での演奏会で成功を収め、1859年に、ゾンダースハウゼンで、 シュバルツ・ゾン・ダースハウゼン広告の宮廷ピアニストとなった。同地でフーゴー・リーマンにピアノを教えている。1863年にはスイス、ベルギー、パリと拠点を移し、1864年からローザンヌで、1868年からデュッセルドルフで教師となった。出版作品にはピアノのためのサロン商品と独唱歌曲があり、2曲の ピアノ競争曲といくつかの還元楽曲の志向譜が残されている。楽譜出版目録、ホフマイスター・ムジーク・リッシュ、リテラレスカー・モノッツェベリクトに以下の作品が掲載されている。これらには活動時期が重なる同盟のオリガニスト、作曲家の作品が混在している可能性がある。ありがとうございます。